それじゃあ今日から町会自治会がどんなことしてるか教えるわよ。はい。と言ってもぶっちゃけ具体的な活動内容は町会自治会によってまちまちなのよね。どうするんですか。そもそものこのアニメの意図が…てなわけで今日は美化活動に日頃から取り組まれている町会の会長さんに話を聞くわよ。こんにちは。しょっぱなから丸投げですね。でも美化活動か。どうしたの。ゴミ掃除とかって地味な感じであんまりいいイメージないな。あははは、確かにそういう見方もあるね。ゴミ集積所の掃除とかゴミ拾いとか確かに大変だけど、綺麗になると気持ちがいいし、自分の街に愛着も湧くもんだよ。確かに関わらないと好きにも嫌いにもなりませんもんね。それにもっとポジティブな美化活動もあるよ。ポジティブ？何ですか？僕にふさわしい花いっぱい運動さ。花いっぱい？想像を超えたポジティブ。町会で長年続けてる活動で、年に4回町に花を植えて育てているんだ。素敵。町の景観が良くなるだけじゃなく、ポイ捨てや犬の糞の被害を減らすことにも一役買ってるんだ。すごい、一石二鳥ですね。うちの町会でも取り入れてみます。ありがとうございました。よし、早速帰りにキャベツとキュウリとトマトの種を買っていきましょう。それじゃ花いっぱいじゃなくて腹いっぱい運動よ。